サーロナルド・サイムサーロナルド・サイムは、イギリス連邦の歴史学者。古代ヨーロッパ史の大家であり、オックスフォード大学の古代史担当教授、英国アカデミー会員などを務めた。20世紀で最も偉大な古代ローマ史の研究者と評価されている。晩年は、アメリカ哲学協会会員。1903年3月11日、英領ニュージーランドのノースアイランドにある。 タラナキ州エルサム市に生まれる。後に、ニュープリマス市に移住し、オークランド大学とビクトリア大学で文学と、フランス語、西洋古典学を学んだ。1925年から27年にかけて、オックスフォード大学のスクールオブリトレヒューメイニアスに、在学。歴史学と哲学を専攻して、トマスモアを研究して、優等な成績を収めた。オックスフォード在学中、 論文に関する学内専攻であるゲイズ・フォード賞を受賞している。彼の最初の学級的な仕事は1928年にジャーナルオブロマンスタディーズで発表された。1929年、トリニティ・カレッジの研究員となり、ローマ軍の国境防衛策に関する研究で高い名声を獲得した。1939年の秋、ローマ革命を出版。 ザロマイ・コンスティチューションはズ・エース・クリーン・アンド・エシャムという言葉は学会に衝撃を与えた。彼は、エドワード・ギボンや、フリードリ・ヒムン・ツァーの影響を受けており、プロソポグラフィの達人であったが、ルイス・バーンスタイン・レミアに支持していたわけではない。第二次世界大戦の間、ベオグラードで、大使館報道官として働きつつ、現地の学者と交流するうちセルビア・クロアチア語を、 習得した。後に、アンカラやイスタンブール大学で教弁を取った。イギリス政府の対数軸国活動に加わっていたのではないかとする説もあるが、憶測の息を出ない。イギリス帰国後の1944年に英国アカデミー会員に選出され、5年後の1949年に、オックスフォード大学のブレイズノーズカレッジで古代史担当の歴史学教授に任命され、 1970年まで勤めた。歴史学者としての功績を評価されて1959年にナイトの爵位を1976年にメリット勲章をそれぞれ授与された。86歳の長寿を全うするまでイギリス歴史学会の重鎮として精力的にローマ史の研究を続けた。晩年はローマ皇帝群像の研究に打ち込み、 死の一週間前まで執筆し続け、今後の講演予定を立てていたという。驚異的記憶力で知られ、時には古代ローマ人になりきって語ることがあったという。彼は自分のスタイルを守ることにこだわりを持っており、私生活をあまり語らなかった。非常に勤勉で、音楽を雑音と呼ぶなど趣味とは無縁のようだったが、酔うとスウィンバーンの死を口ずさむことがあった。また、 ジョージ・ビアドー・グランディの口真似をしてみたり、アメリカ哲学協会の仲間に、ベンジャミン・フランクリン・ギャングとは棚をつけるような一面もあったという。日本でも有名な、ローマ革命では、共和制ローマ末期の内乱の一世紀を革命と、みなす、従来の説をさらに推し進め、それまで、差別的な扱いを受けてきた、イタリック人のエリートたちが、同じ地方出身のアウグストゥスを担いで、 ローマのノビレス支配体制を覆したとした。それを支えていたのは、同盟市戦争の結果市民権を得、ローマ軍団に組み込まれたイタリア人の無資産階級であり、彼らによる社会革命であったとも主張している。ありがとうございます。